アンヌ・カロリーヌショソンはフランスの自転車競技選手である。マウンテンバイクレースで複数の世界タイトルを獲得した。愛称はアン・カロ。ディジョン生まれで BMX をきっかけに自転車競技の世界に入り、マウンテンバイク転向後多くの世界タイトルを獲得した。2008年の北京オリンピックに BMX で出場することを自身のブログで表明した。2008年5月、 最現で行われた BMX 世界選手権ではイギリスのシャネーズリードに赤敗しに接続を期して挑んだ北京オリンピックの BMX 決勝ではスタートからリードと激しく競り合い金メダルの行方はゴール勝負にまで持ち込まれるかと思われたが最終コーナー付近においてリードがうまくカーブを曲がりきれずに転倒対して この動きをうまく避け切った諸村は、そのごたを圧倒し、見事オリンピック BMX 種目の初代女王に輝いた。ショーソンアン・キャロリン、2007、ルトゥール・オソース、アン・カーロ・小尊、2007年5月24日、閲覧、ありがとうございます。